自分はですね、来週のフェニックスカップ熊本大会に大穂選手と、大穂選手ですね、あのフィドダブルスで出ますので応援よろしくお願いします。来週盛り上げますからね、はい、来週もねすごいエントリーがたくさんいただいてて、なんかすごいですね本当、ダーツの力っていうのは改めてこうイベントを通じてですけどね思い知らされますね。さあ戸高選手先行のゲーム、さあ100取ってきます。奥村選手はね20ラインがね安定してるんですけどね、彼女もねこうすごい力みが取れていいフォームですよね。いいですね、入りがいい、来た、素晴らしい、スタッキングして3本目も同じように投げてほしかったですね。81ですよね、3本目も同じように集めてほしかったですね。さあ379から、359から、300、いやいいですねそのまんまで、はい、339、あ入ってたんだ、入ってない、入ってない、305から20、トリプルに入りましたね、1取りに入って23から262、319から、おっと316からですね、おまたこれもスタッキングですね。やっぱしっかり動いていかないとダメですよね、皆さんもあのこういう局面でね、やっぱこう動く練習して、そのやっぱこう磁石のようにね吸い寄せられるのでね、はっきりと動いていかないといけないですね。さあ253残りから、さあ233から狙ってきますね。さあぶつけて入れたいですね、ここはもうほんとそのまま投げて入れて、あのぶつけたいですね。これいや今の19スイッチしたんですけど、今スタッキング使いやすかったんじゃないかなと思ったんですけどね、まあ、なかなか不思議な方なのでね。さあ156残り、これ20からいくのかな、20からですね。さあ155から、135から、172残り、さあトリプルカーで112残り、さあそして92からもう一本、100取って72残りですね、115残り、まあ20からいくんですかね、ブルからいったんですかね、ブルーですね。で99残りなんですかね、19に行って、80残りを20、そして60残り、さあ72、20、12、16、20から行ってトリプル入れて18ダブル、もう一本、あー惜しい、大きく外れても1本、
寄せても1本、決まんなければただのダーツですからね。さあ、アレンジ60入れちゃいました、もったいない。さあここ決めたいですね、戸高選手。こういいですよね、こう、あ、これは4に入れて残2ですね、32、そして16の内に入れて16残り。さあ20アレンジからの20ダブル、うん、危ない。さあ15からの20ダブル、さあここしっかりいきたいですね。うーん、惜しい、決まらず。さあしっかりと8ダブルを1投目で入れてきました。さあ自分も来週ちょっと王鵬選手とねちょっと組みますんで楽しみですね。さあまずキープですね、460のこれ奥村選手、440、ああいいキープですね、今のキープはいいですね、60にいつ入ってもおかしくないようなキープ。あー、ここロースコアで奥村選手チャンスですね。ぶつけたいですねこれね。あー、いい感じですね、だいぶいい感じになってきましたね奥村選手。340から、さあ45で295残り。さあ295から、さあトリプルで235から、215から、いや、いいですね、だいぶこうなんか合ってきましたね奥村選手、やっぱシュート力彼女あるんでね。60がね、あ、なかなか戸高選手まだ合ってないですね、195から。トリプル捉えて135。さあそして115から19ですね、ナイスアレンジ、完璧です。トリプルから211残り、210残りから、うーん、なんかね今20ライン通したかったですね、96残り、20から、トリプル捉えて、あー決まらず。
さあ、アレンジまで18ダブル。よし、ナイスアウト。なんか奥村選手いいですね。さあ、まずは奥村選手が22ダーツで11に追いつきました。そして戸高選手先行ですね。こう腕の振りがね気持ちいいですよね。戸高選手伸びやかに投げてきますね。トリプル捉える400残りから。さあ380から。396残り。さあトリプル捉えて。さあ81取って315。トリプルから。いやー、本当奥村選手いい感じになってきましたね。20しっかりと狙えてる感じです。さあ275ですね。ナイスアレンジですね。これね、105取りたいんでね、それを考えて逆算してほしいですね。もう一本。さあこれで無理ですね。235から。きたー。3本目にね、60捉えたんですけど、1本2本目に捉えれば、20ライン外さなくて1本2本に捉え60が入ればですね、ブルーチョイスということですよね。175残り。上がり目がないのでここは大きく削りたい。155から。さあ135。おー、うまい。本当に日本のね、本当女性 PDC 目指してる人多いので頑張ってほしいですね。奥村選手もこういう舞台でもね、ちょっとずつ力をつけていってほしいですね。さあ75残り。さあここ17から行きたいですね。あ、ダブル入った。34なので41残り。さあどうする。19ってとこですかね。おー、さあ20ダブル。トライまで。さあ87残り。これ17からですね。2に抜いて85残りですね。19、15、15に行って70残りを10チョイスですね。10チョイスでシングルに入って60残り。さあここ取りたいですね。ブレイクしたいですね。あー、下に抜いてます。さあアレンジからの20ダブル。10ダブル決まらず。そして10ダブル。いやー、うまいなー。奥村選手2投目で決めてきました。内に入れての5ダブル。
さあ22でキープした後ブレイクですね。そして奥村選手先行のゲーム。あーすごいな、このキープすごいっす、めちゃすごいっす。さあトリプル捉えて、386残り。375から100取ってね、275とか数字、あーっとこれはリリースがねちょっと根本から違った感じですね。ナイスキープ。335から。281残り。261から。241から。いや かなり奥村選手ね、得点能力高そうな感じですね。さあトリプル捉えてきます。上がり目は出せませんが、175残りに対して221残り。さあしっかりね20ライン合わせたいですね。さあいきなり外れます。216から、そして196からですね。上がり目出せず。さあお互い似たような数字ですけどね。さあ115から9519ですね。これで105とてね、25入れて70残り。176から、トリプル捉えてくる。115残り、95残りに対して70残り。1810ですね。さっき10チョイスしてましたね。60から20アレンジからの2、もうこれは入ってましたね。さあ9519から76、これ16ありと思うんですけどね。うん、いやいや間違ってないです。要するに76で42狙いですよね。間違ってますね。まあ34残りですなんで、はい。今の76残りってまあ20に行く選手多いんですけど、
19からのパターンだとやっぱ16行った方が、あの、さすが、さすが。